お前らなぜ天空のライアンがここにあると。秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。かなりのビビりだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。さっきさ、シニューラって言ってたよな。変わった名前だな。カデミーにいる11人の執行官、その8人目がシニューラだ。ファデュイが七国をかっ歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。たまにはのんびりするのも悪くないな。騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。たまにはのんびりするのも悪くないな。
お前ら何者だ？どうやって入ってきた？そんな教会があるのか？何しに来た？怪しい。俺を騙すつもりならもっとマシな言い訳はできなかったのか？でどうやって借りるつもりだ？いいだろう、乗った。門番の判断でお前らを通すことにしよう。しかし残念ながら鍵はここにないんだ。次のやつに聞くといい。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。まだ行かないのか。俺を巻き添えにするなよ。
お前ら何者だ、な、何する気だ。うわー、他の門番はみんな倒されちゃったのか。何？別に怖くないぞ。先遣隊のデッドエージェントが支援しに来るから。もう嫌だ。俺だってスネジナヤの一員だ。俺は屈しないぞ。どこから湧いてきた？このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。
判決を下す。て、ん？はっ、逃げられなかった。やっと天空のライアーを手に入れたな。そういえばさっきのやついなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。お帰りなさい、僕のファンたち。あ、それは天空のライアー。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の至宝だけど今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。リルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。リルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。とにかくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくて弦の方だ。君の出番だよ、異邦人。安心して、君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。よし、それを天空のライアーの上に落としてみてくれ。よし、想像通りだ。なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか？天空のライアーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで
なんとか天空のライヤーの風元素がこれ以上枯れることを防いだけど、満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて、人気のないところでね。トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。うん、いいね。英雄たちが互いを信じ、一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。おいお前、サボって口だけ出すつもりか。弦を弾くのには手も必要だけど。ムカつく。よし、決めた。お前のことを銀融野郎って呼ぶぞ。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し、市場に流した。おお、なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか。何になさいますか。いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、その時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶だ。そういう形の遺物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。そこで僕が取った対処は、その真偽に関わらず全て買い取ることだった。それがずっと続いた。今もね。僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは今も本物を入手できていない。わあ、どっちも本気だな。でもそれって今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。そしたらさ、特別価格で本物を譲ってやるよ。ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。